古屋から舞台は札幌へ。アテネの扉をこじ開けるためにはこの北の大地で3連勝が必要です。立ちはだかるはサッカーワールドカップで日本の夢を砕いたと、はい、今日はアスラとナタリア、このナタリアに注目してもらいましょう。そしてセンタープレイヤーがオズレム、そしてアイスン、最も注目すべきはナンバー17番デミル・ネスリハン、19歳、トルコ快進撃の立役者、19歳のミラクルサウスポーです。そしてヒール監督、レシャット監督、44歳です。さあそして全日本のスターティングメンバーをご紹介してまいりましょう。まずは地元北海道帰ってきたオリンピック戦士吉原智子、セッターは世界最小最強セッター竹下芳恵、変幻自在日本の元気印高橋美幸、世界を止める日本の盾杉山幸子、新時代の大砲パワフルカナ、さらには進化する19歳プリンセスメグ、この大山カナ栗原めぐみのカナメグコンビに注目していただきましょう。リベロは小さな守護神158センチの佐野優子、チームを率いるのは日本バレー復活浮世絵人柳本翔一監督、52歳です。さあそしてこちらが控えのメンバー、控えのメンバーもいつでも出られる準備万端、鈴木へ佐々木美大村かな子、高内真希子、そして17歳現役女子高生木村沙織、以上のメンバー、そしてさらにもう一人13人目の全日本メンバー、この鈴木ひろみもいつものようにおそらくお守りを抱えて日本チームを見守っているはずです。試合方式です。ワールドカップの試合方式はサーブ権に関係なく得点が入るラリーポイント制、5セットマッチ25点先取で争われます。さあ舞台を北海道札幌に移しての日本対トルコ戦、負けは許されないこの3連戦、まずはこのトルコが日本の前に立ちはだかります。さあ葛和さん、はい、どういうところがポイントになってきますでしょうか。そうですね、はい、あの日本はですね、はい、サーブレシーブをいかに竹下に持っていくかということですよね、それとサーブで相手をいかに崩すか、これが一番ね、大事な課題になってくると思いますね。サーブレシーブ、そしてこのサーブ、はい、これでいかに崩していくかというところでありますが、エスラが打ってきた、さあ拾って拾った、これはチャンスボールになった、よし、大山から決めました。もう竹下のファインプレーですね、今よく取りましたね。やっぱりご覧ください、こういうファインプレーの後に点数になるじゃないですか、こうするとね、はい、チームは勢い乗るんですよね。そうなんですね、日本逆転2対1。さあ中田さんにもお聞きしましょう、はい、やはりあのコンビがいかに使えるかどうか、今も竹下が反応していますがわずかに届かず、はい、そうですね、杉山、吉原のですねスパイク決定率が上がっているときは日本が調子いいときだと思うんですよね。そうですね。さあこのカットが問題です。とにかく葛和さん、はい、この3連戦、特にこのトルコ戦が非常に重要ですね。どうですか。そうですね、あのね、特にこの1セット目のね、あの取るか取らぬかということはね、すごくねこれからの日本を占いますよね。あ、なるほど、この1セットから大注目、はい、さあこのコンビはよし、それほどキレはありません。そして大山上がっています。これはレシーブのいいナタリア、そのナタリアが打つブロックアウト。トルコの方はこの7番のナタリア、そして17番のネスリハン、この2人がポイントゲッターです。このネスリハンがチームで最も得点が多いと言いますが、この人の総得点数は現在大会ナンバーワンです。まだ19歳のネスリハン、ネスリハンは現在後衛です。1人時間差、1人時間差、杉山幸子、やっぱりあのセンター戦で今のような1人時間差、はい、あと移動攻撃、はい、こういうのをうまくボリ、合わせていけばですね、相手のブロックが翻弄されると思いますね。完全に今センターブロッカーが振られてしまいまして、はい、全くのノーマークになりました。おっとこれはサーブで崩した、後ろからネスリハン、上がってる上がってる、ネスリハンのバックアタックがありました。チャンスだ。さあやや離れた位置だが決められるか、大山決めた、やや離れた位置でしたが、葛和さん、はい、よく決めましたね。今のねレシーブとね、やはり今日の日本は動きはね、はい、本当いいですね。あ、そうですか。あのね、強打あんまり打ってなくて、フェイントボールを逃してませんよね、はい。さあ名古屋のこの嫌な雰囲気はどうやらここで切り替わった。
いやネスリハンが飛んできます。このネスリハンどこからでも追ってきます。あのね、ええ、コーナーへ攻められるボールっていうのが打点が高いですから、はい、すごくねレシーブしづらいんですよね、なるほどね。これですね、これはやはりそのコーナーをスパイクにしろサーブにしろ狙ってきてるんでしょうかね。トルコはそうでしょうね、やっぱりね、今はわずかに長すぎました。この5番のアイス、さあシンのジャンプサーブどうだ、惜しい、わずかにアウト。厳しいコース打ってますよ、さあこの大事という第1セットの序盤、一進一退、5対5の同点。さあとこれはやや乱れた、珍しい。これは高橋のサーブカットが乱れました。ラッキー、これはラッキー、バハルが転んでしまいました。セッターのバハルが転んでしまいました。今日はね、もう日本はサーブをね、ミスすることを怖がらないで、思い切ってあの攻めたサーブをね、はい、打っていってほしいんですけどね。さあ大山、これはギリギリ入った、エンドラインギリギリいっぱい、大山からのサービスエース。いや藤原さんがおっしゃったそのサーブで攻めるというね、そうですね、その通りですね、はい、これはギリギリいっぱいです。はい、もう勢いが出ますよね、はい、大会通算3本目のジャックサーブ成功、サドだ、ネスリハンダサウスポー、あーこれも拾った。この難攻は完全に読み込み済みだが、バックアタックはネットにかかっています。この大山そして栗原両レフトスパイカー19歳コンビ対相手のネスリハン19歳、この戦いという見方もありますが、吉原のスパイクはこれは拾われています。そしてエスラー、レフトからエスラーが飛んできました。ヨーロッパ選手権でも大爆発したオールラウンドプレーヤー。とにかくトルコはヨーロッパ選手権準優勝、あの強い強いロシアをなんとストレートで破って決勝に進出したチームです。速攻です、吉原、地元北海道、はい、トルコの選手は、エイクイックとか速攻のブロックついてきませんよね。ついてきませんね、はい、はい、これで8対7、1回目のテクニカルタイムアウト、日本リードです。ナイスパス、ナイスパス、ナイスパス、止まれでよ、オッケーオッケー、ナイスタイム、ナイスタイム、あれ見とったら分かる、止まるのままだから見てから飛んでるから、2枚バックの時は2枚がこっちの中に入ってから、バックの中に当ててみる、1本ねえからな、勝負どころ絶対来るから、あ、ここやぞ、キャッチね、ちょっと短くていいんだよ、あれでいいよ、今の傾向さあ日本が8対7と1ポイントリードで、まずは、先手先手という形で試合を進めています。相手チームのトルコはロシアにストレート勝ち、そしてオランダにもストレート勝ちして、このヨーロッパ選手権準優勝でワールドカップ初出場といいますか、三大大会初出場を果たしたチーム、非常に勢いのある怖いチームを迎えています。その中でこのスーパーエース19歳のネスリハン、この選手を止めなくては日本の勝利はない、19歳対決という形になっています。今日の日本対トルコ戦、今日から始まるこの札幌3連戦がこのワールドカップアテネの出場権にとって非常に大きな3連戦、その大事な初戦、大事な第1セット、日本は8対7と1ポイントリードしています。さあホイッスルが鳴りました。選手たちがコート内に散っていきます。このまま中盤一気に流れに乗れるか、吉原のサーブで試合が再開されました。さあレフトに飛ばしてエスラー、クロススパイクですが、小島さん、はい、日本チームがなかなかそのブロックでですね止めることが特に名古屋大会できなかった、はい、特にアメリカに対しては1本しかブロック止められなかったんですね。そうですね、あの、ブロックはね監督はねある程度ね、ちょっと引きになって感じてるとは思われるんですけど、栗原です、ナイススパイク、はい、あの今のね日本は難攻になってますから、あの強打のレシーブ結構長いんですよ、はいはい、ですから、こういうボールをね、あの1本でも2本でもね、やっていくとですね、トルコチームはね、非常にあの攻撃パターンが少なくなりますよね。あ、そうですか、はい、はい、
さあ竹下のサーブ、これは伸びるサーブです。ああ崩していきました。これは当てないか、ネスリハン、それでも打っていったが、竹下は誰を使うか。レフトから栗原、ストラートクロスパイクアウト。タッチネットラッキー。タッチネットがありました。序盤は日本の流れになりつつある。ついてますね。そうですね、流れ日本ですからね、はい。さあ心配なのがちょっと栗原の動きですね。どうでしょうか。今もうちょっと手に当たってなかったんですけど、でも思いっきり積もらいたいですね。そうですね、はい、ネスリハンアウト。あ、これはアウトだ、はい。さあ日本の流れ、3連続ポイント、11対8。レシャット監督は動かない。三宅さん、はい、どうぞ。トルコのレシャット監督はね、選手をこう落ち着かせるのに必死ですね。あ、まだちょっと浮ついてると言いますか、バタバタしてるんですね。先ほどのテクニカルタイムアウトでも、選手全員をベンチに座らせて、一人一人の肩に手を当てて落ち着け落ち着けと。はい、ナイス。なるほど。さあということは今がチャンスということになります。堀正一郎アナウンサーのリポート。その間に新子と高橋美雪のスパイクが決まっています。ここでようやくレシャット監督1回目の作戦タイムを取りました。あれで、あれで普通がもうちょっと言うとだろう、全部アウトなんだろう。さあこの次の、あの時でストレートして目指した時にシーンがここまで下がるよ。で、天が今サーブやから間に合わんかったよ。ちょっとさ、この時はな、意識して。さあ、トム走るよ。抜いたらいかんよ、抜いたらいかんよ。オッケー、頑張ろう、頑張ろう。サーカー。さあ、日本が4ポイントリードですが、そばで見ている勝利の女神、伊藤美咲さん、はい、どうですか、日本選手の表情は。そうですね、日本のいいペースで試合できてると思いますよ、うん、はい。選手たちの表情も硬さみたいなのないでしょ。はい、元気いっぱいやってくれてます。あー、これも決まった。2本目のサービスエース。これで5連続ポイントということになります。日本、ご覧いただきましょう、はい。日本のサーブね、すごく走ってますしね、逆にあのトルコのねサーブはね、非常にあの柔らかいサーブですから、これ結構キャッチしやすい、しやすいと思いますね、あ、これも前に落ちた。ネスリハンだ、よっしゃ。竹下ライスレシーブ、そして栗原フェイント。さあここはちょっと思い切っていってほしい気もしますが、ネスリハンブロック、わずかにアウトです。でもね、コースは読んでますよね、はい、杉山選手ね、クロスの。なるほどね、はい、あとはタイミングですね、はい。きっちり2枚ついています、日本のブロック。さあこのサーブに注意ですね。ネスリハンのジャンプサーブです。非常に強いこの人のサーブ。さあ拾い、日本綺麗に佐野が返した。速攻だ、上がっています。さあ誰を使うか、あとちょっと、あ、いや若干乱れかなと思ったんですが、アイスンとのコンビ、ライトから放っていきました。今日もちょっと中田さんとねお話ししましたけども、はい、前半にエイクイック使ってますよね、はい、これでいいですよね、はい、今サーブレシーブはきっちり返ってますからね。そうですね、はい、あっと、ついに来た、ネスリハンのサービスエース。さあここで早くも柳本監督が作戦タイムを取りました。しかしまだ13対11、その差は2ポイント、日本がリードしています。OK、最初な、次に全部来てるから、最初次は単独の時は1人やれ、1人、はい、絶対来てるから1人、これで芯が引っ張ってる。で絡んだ時はこっちつこうたらいい、速いやつ。この後切り替えて、次もう一回やり直そう、はい、みんなでみんなで1本2人と、さあ2ポイント差に詰め寄られました。5ポイント連取、日本が一気に流れをつかんだんですが、ここで3連続ポイント、その差は2ポイント。さすがにヨーロッパ選手権準優勝チームトルコ、あの最強ロシアを破ったチーム、簡単には勝たせてはくれません。さあこれもだ、なんとかつないだ、そのまま帰る、ダイレクトチャンス、チャンス、ゆっくり。さあ誰を使うか、レフトから高橋、やっぱり今日はね、早い攻撃がいいですね、そうですね。この日本対トルコという試合は6月にロシアで行われた国際大会エリティン杯で行われたんですが、その時は3対1日本が勝っています。その時には実はこの高橋はメンバーには入ってませんでした。ですからこの高橋のデータはないはずですね、トルコは。その時のライトは実は吉原がやっていたんですが、さあこの高橋のスピードにびっくりしているか、ネスリハンを止めた、ついてるブラック。さあ今度は誰だ、今度はエスラ、このエスラのクロスがなかなか取れません。コースなんですけどね、だいたいあの、まあ、かなり超クロスに近いクロスパイクなんですが、
大山選手と吉田選手重なってましたからね、今ね。あ、そうですか。はい、これは大山だ、よく拾っている。トルコ、さあナタリア、よしよし、よく拾っている。さあこれが打てるから難しいと思う。さあ14対13、その差が1ポイントに縮まりました。難しいボールは返しとけばまだチャンスがありますからね、無理をすることはないんですもんね、今ね。ちょっとこの辺りは焦りがあるか。1ポイント差まで詰められてきました。エスラのサーブ、あ、これもやや乱れた。ちょっとサーブカットが乱れ始めた。14対14、ついに同点です。我慢ですね、ゆっくり。そうですね、はい、サーブレシーブだけですからね、はい、とりあえずね、上に上げといてミスだけは少なくしたいですね、はい。これも上がっている。ミネスリハン、これはフェイント、チャンスボールになるぞ。竹下は誰を使うか。ライトへ高橋フェイント。これはネスリハンが打ってくる。よしよし。よく拾った吉原。そして竹下はレフトへ。おお。惜しい。アウトか。決まったかと思いましたが、大山のスパイクはアウト。ブロックにアウトを狙って思い切ったんですけどね。4連続ポイント、ついにトルコ逆転。チャンスボールが、ね、たくさんあったんですけどね、セッターの、ね、位置になかなか、ね、持っていけなかったですね。さあこれは今度は帰った杉山か。一人時間差、やはりセッターに帰ればこういう攻撃ができるんです。そうですね、これはもう前回の名古屋でアメリカそしてイタリアに敗れた時と全く同じパターン、はい、絶対に竹下に動かさないで返す形、これが欲しい日本。あ、クロスパイク決まります。16対15、今度はトルコが1ポイントリードでテクニカルタイムアウトを迎えます。サイドしか切れないから、クロスだけ、クロスだけ、あそこだけ、あそこだけ。さあ切り替えよ、シーズンの赤ムードだったらあかん。ほら自分たちでほらガタガタなんてやろ、自分たちでほら。一人いた、一人いた、よし、悪いものは全部名古屋に置いてきた。俺も開き直った。絶対に巻き返してみせる。柳本昭一監督はこう言いました。大歓声が沸き起こる札幌、この札幌3連戦の持つ意味は非常に大きい。なんとしてもこの3連戦3連勝で最後の舞台大阪なにわへと向かいたい。そのためにはこの初戦、このトルコ戦、いかに波に乗れるか、非常に大きな意味を持つ今日の一戦です。その第1セットは16対15、ついにトルコに逆転を許した日本。しかしまだ勝負はこれから。やはりあの厳しいヨーロッパ選手権を勝ち抜き、そのワールドカップに駒を進めてきたトルコ、簡単には勝てません。ネスリハン、ナタリア、この2人を止めることができるか。しかしそれ以前に日本が自分たちのバレーを取り戻すことが先決です。さあここはきっちり返してきた。はい、サーブが長すぎました。16対16、同点。今のね、はい、サーブミスは日本にとっては助かりました ね、 そうですね。本当にここで2ポイント差になるとまたちょっと流れがね、はい、トルコにできてしまうところでしたから。さあそして高橋のサーブ見ましたぞ。さあナタリアか。ナタリア2枚飛んだ。うわー、クロスに決まる。この人はかつてロシアのナショナルチームに在籍した選手です。6年前にトルコ人男性と結婚しまして、現在はトルコのナショナルチーム入り、現在ベストスコアラー部門第6位、世界の中で現在第6位のナタリアが前にいます。さあこれも決まらないか。レスリハンは、さあこれは竹下どうする。レフトへ大山、2枚ブロックの内側、よく拾っているギルデン、ブロック、よっしゃらが止めたか。今日最初のブロックポイントは吉原智子。さあご覧いただきましょう、もうこのクロスを読んでいた。ようやく仕留めましたね。全員で読んでましたね。やっと掴みました、はい、練習の時からね、クロスのブロック練習しましたからね、はい、今日は本当にブロックにね咲く時間が長かったんです、朝の練習。さあこれは渡しをする。さあ
そして竹下は吉原一枚うまい、うまい、うまい、さあ日本が逆転だ。18対17。サーブレシーブがトルコの崩れて2段になってますからね。そうですね、これをねしのがないといかんですね。今チャンスですね。はい、チャンスですよ。さあ大山のサーブ、またもクリスカ、あっとだ、わずかにアウト。本当に紙一重なんですが、わずかにアウトです。でもね、はい、今日はねサーブミスを攻めちゃダメなんですよね、はい、もうなんぼいくらダブってもですね、あの思い切ったサーブ打ってほしいんですよね。あっとよく拾った。さあ花岡一、栗原、これは誰を使うか、速攻を使ってきた。珍しい大ズルメの速攻です。それほど数は多くないんですがね、この人への速攻は。そうですね、この勝負どころです。はい、トルコのセッターバハールですか、はい、やっぱりね速攻を使いらしたいらしいんですよね、あなるほど。さあ一人時間入りました、完璧です。吉原とのコンビ、あ表情が変わってきたと。吉原19対19。さあそしてここでスーパー女子高生木村沙織を投入します。日本今決めた吉原に変えてピンクサーバーに起用された木村沙織。19歳対決よりもさらに若い17歳、木村。さあバハロはまたもエスラエス。さあ木村が上げる、花板です。どうだ、今のは離れたトスでちょっとあのブロッカーのタイミングも崩れてましたね。そうですね、これが良かったです ねタイミングがずれました。20対19、その差1ポイント。さあそして、あ今のはメンバー交代は認められませんでした。高麗が立ち上がったんですが、さあ今度はネスリハンブロック。さあネスリハンが止まり始めた。エースラ、これも上がった、チャンスだ。2段トス押し切れるか、どうだ、もう1回、あっとフォローがありません。しびれる展開、20対20。やっぱりイタリアもアメリカもそうなんですけど、はい、ああいう、ね、ブロックフォローっていうのが、ね、はい、一つの鍵になると思うので ね何度も切り返したいですね。さあこれは杉山ブロード、誰もつけない、よく拾っています。さあエスラーブロック、ああこれは超えていません。21対20。さあこの20ポイントを超えてからの中田さん、はい、ポイントが大事ですね。あの点数の取り方ですよね、爪ですよね、山です。負けている時はここからが非常に良かったか。サーブで崩した、さあチャンスボールだ、そこか、いけいけいけ、高橋が入ってきた、っ決まるか、決まった、はい、よかった。さあ抜け出した日本、22対20、2ポイント差です。ここでワンポイントブロッカー蓬莱投入。日本が動く、日本が動きます。ジャパニーズワイルドカード、日本にはあまりいない大型ライトプレイヤー蓬莱真紀子。そしてここでトルコレシャット監督2回目の作戦タイムです。すげえ朝やったやつ、よし行け、でクロス開くぞ、もう間だけ閉めた、両コーチおるから、これ天がおって、サオリセンター、両コーチ OK、 サオリセンターです。よし行くぞ、ここね、無理してでも点出る、はい、フロー頑張っていこう。第1セットは21対20、20対20の同点から日本が2ポイントリードを広げました。さああと3ポイント、1ポイント1ポイント積み重ねて、何としてもこの第1セットを取ってほしい日本。さあ竹下のサーブが続きます。これはセッターに入る、ネスリハンダー、ブロッカー、すごい、止めた杉山、まさにこれが日本の盾、世界を止めたベストスパイカーのこのネスリハンを止めました。高いですね、線通りでしたね、今ね完璧でした、はい、本当に素晴らしいですね今のはね。さあ23対20、乱れた、そしてエスラはどうだ、ストレートに打ってきました。先ほどまではクロス一辺倒だったんですが、今度はストレート、非常にクレバーな打ち方を見せます。さあそしてここで、あセダを入れます。この人は17歳、日本も木村を投入しましたが、
トルコも17歳のセダを投入しています。さあそして蓬莱に変えて再び高橋をコートに入れました日本チームです。さあ23対21、ここからは1本のミスが命取り、きっちり竹下に返していきたい日本。ただサーブが熱すぎ、判断よしぞ、どうだ、返った、速い、もうね、トルコの、ねブロックの選手が、あの混同されてますね、全くついていけませんね、全くついていけません。さあそしてここでセッターのペリンを入れます。ネスリハンが下がりました。これでバックアタックはないですかね。ないですね、はい、ですからこの段階ではセダが前に上がっています。それからセンターはアイスン、入った、最後はなんとサービスエース栗原が決めました。日本この大事な大事なトルコ戦、大事な大事な第1セット、25対21で奪い取りました。いや第1セットから本当にしびれるいい展開となりました、しかしながら25対21と日本がこの接戦をものにしたわけなんですが、立ち上がりのこのセットを取ったっていう意味は本当に大きかったと思います。中でもですね、センタープレーヤーの杉山選手、吉原選手の活躍は本当に光るものがあったと思います。ブロックに、それからペイント、一人時間差などね、本当に、ベテランならではの技が光ったと思います。幸先の良いスタートを切った日本なんですが、まだまだ安心はできません。さあこの勢いを第2セットに持っていくことができるんでしょうか、ご覧ください。さあ今日から始まるこの札幌3連戦ですが、とにかく葛場さん、はい、名古屋で2連敗してしまった、はい、それだけにこの3つの試合というのは非常に大事なんですが、そうですね、今日ちょっとね、あの雰囲気が、ね、どうかなって心配したんですけど、はい、非常にあの明るくって、はい、すごくあの気持ち的に、ね、楽にやってるように感じますよね。あ、そうですか、はい、トルコ、そしてドミニカ、はい、この後ポーランドと、この3つのチームというのは、まあ、これまで、また我々とはこの日本とは違うサイトを回ってたんですけれども、非常に手強いという評判がね、来てるんですよね。そうなんですね、高さとパワーは本当にすごいですよね。そうですね、第1セットも21ポイントまでトルコは粘りましたが、日本が奪い取りました。さあこれから第2セットを迎えます。セットが始まりました。早い、すごい、またもここは速い攻撃を使ってきました。ご覧ください、新江の速いトス、これはね、はい、ごめんなさい、あのやっぱり、ね、杉山選手のクイックが速いじゃないですか、ですからトルコの選手もね、杉山選手につかざるを得ないんですよね。そうなんですね、あのエリティ杯で日本が勝った時一番印象に残ったプレーヤーと、今度はコンビが合わない、一番印象に残ったのは杉山だというふうにレシャット監督は言っていましたが、というのは竹下選手、そして杉山選手、この2人のコンビネーションにズタズタにされたんです ね、 そうですね、ブロッカー陣が。さあそのイメージが強く残っています。さあこのサーブもいいぞ、バハルからライトを使ってきた、ナタリアを使ってきます。このトルコも1セット目取られてね、集中力がね、あの時々切れるような感じあるチームですよね。そうなんですね、ですから早く切らした方がいいです、日本はね。ここでもう一本、このセットでネスリハン、あるいはナタリアを潰してくれば、日本にとっては楽な試合展開になりますが、どうだ、押し込んだ、杉山です、杉山が立ちはだかります。6月のエリツィン杯、あの国際大会と全く同じ、トルコの前に立ちはだかる日本の盾、杉山幸子、これも落ちた、そうだ、さあエスラーストレート、あーこれはでもスパイコースに入ってますね、はい、竹下がきっちり入っていました、わずかに及びませんでした。しかし今日竹下が言ってましたが、とにかく名古屋ではもうずっともやもやしてて、もうその分ここで弾けますかと言ってました。今日はセッティングが楽しいんじゃないですか、どうでしょうね。そうですね、思い通りに上げられると思います、今度はレフトへ決まりました。まずは真ん中を見せておいて、そして今度は大山へのトス、今
は大山選手も栗原選手も決していい状態でこう打たせてもらってるわけではないんですけど、それをなんとか決めてくれてますよね、はい、あそうですか、はい、なるほど。さあ高橋のサーブ、それもいいサーブだ、乱れています。後ろからナタリア、チャンスになるぞ日本。さあ池吉原決まりました、はい、地元に帰ってきた吉原、乗ってきましたね、日本がね、こう思うようにね、そのワイド。いやこれはあのリベロのギルデンも入ってますけれども、それを弾き飛ばしたこの吉原の引き剥ぐ、5対2、さあ日本が走り始めた。これは綺麗に返った、ブロードを使ってきました、アイスンのブロード。この人はもう早い攻撃はこのブロードしかないですからね。そうですね、はい、それほど真ん中での速い攻撃というのはアイスンはありません。ですからアイスンが前の時にはこのブロードさえマークしていれば大丈夫。さあ問題はこのメスニハンのサーブ、綺麗に返った。そして大山ブロックだ、ほろほろ今フォローに、クリハーも入ってはいたんですけども ね、 さあ5対4、やはり簡単にはいきません。またも1ポイント差まで詰め寄られてきた。やはりこのネスリハンのサーブです。これも縦の B、 いけるいけるいける、よく拾いました。しかしチャンスボールはイタリア、バハルはダブを使うか、バックアタック、ネスリハン決まっています。このネスリハンって迫力ありますよね、ありますね、なんか大きく見えますよね。まだ19歳ですよ、はい、この選手が現在スパイク、サーブ、ブロックを合わせた総得点数は大会ナンバーワン、19歳のミラクルサウスポー、ネスリハンが日本の前に立ちはだかっている。あまたもサービスエースだ。さあネスリハンの活躍で一気にトルコ逆転。ご覧のように現在はすでに102ポイントまでなっています、ネスリハン。これでトルコは4連続ポイント。なんとか切りたい日本が危ない。さあまたチャンスボールがトルコです。今度はエースはブロック、日本止めました。またも吉原か。吉野ですかね、今ネット越えてなかったかもしれないですね、ラッキーですね、はい、6対6の同点になりました。さあよしよし、レフトからエースだ。今度はブロックの先を狙っていった、ま、さあ草野よく拾っています。あー真ん中からアイスン、今のもね、ブロック行かないといかなかったんですよ。あブロック飛んでないんです今、そうですね、はい、今チャンスボールが来るかという感じでね、見たかもしれませんがね。7対6トルコがまたもリード。あまりこうトルコに先に先に行かれると日本は苦しくなります。竹下はクリハを使う、よし、あ決まった。いや確かに中田さん、はい、苦しいところでよく決めてますね。本当に今日はね、ここでなんとかって時に必ず 点を取ってくれてるので、はい、セッターの竹下もね、助かってると思います ね、 そうですね。これでレフトに意識がいけばまた今度は真ん中の攻撃が使えますからね、はい、で杉山上がってきてますからね、はい、にまた杉山を使う形になるかどうか。さあ吉原のクロカーをした、さあブロードをかけたぞ、杉山か、杉山だ、よし残った。今日は杉山が止まりません。竹下杉山のコンビが全くトルコ止めることができない。8対7日本リードで1回目のテクニカルタイムアウト。あれはカナコっち来て、シンがクロス行った方がいい、カナ7番クロスだけやから、ちょっとね、セッターやお前、ほらセッターなのに落としすぎてる。あ、高いとこで逃げたらあんの。さあここね、あのカットで出すカット、オッケーオッケー、行くよ。次ね、次の行って、まず10点までくれ、もっと行くわ。ご覧のようにトルコに4連続ポイントを奪われましたが、その後日本が再びリードを取り戻した。8対7日本リードで1回目のテクニカルタイムアウトです。さあここまでの得点数を見てみましょう。日本は杉山が7ポイント、あ
今日は杉山が非常に中田さん、はい、いいですね。もうこれ理想の戦い方ですよね。本当そうですね、はいはい、センターの杉山を使い、そしてこの吉村を使っていく、あるいは高橋をそれに絡ませていく、それによってこの19歳コンビ栗原そして大山が生きてくる、これが柳本監督がやりたい攻撃的なバレー。中田さん、これができなかったんですよ、名古屋でね。でもよく気持ちを入れ替えましたね。いや本当ですね。札幌に来て本来の日本のバレーが展開されている。ただまだまだ安心してはいけない。タイムアウトが明けました。さあ8対7、まだわずか1ポイントのリード日本。よく拾った吉原、よしよしよし。さあこれもナタリア、分かった、よく高橋が拾っている。そして栗原、よく決めた、よく拾い、そしてレフトが苦しいところ、よく決めた。さあ応援席、山下くん、山下先生、いやいいですね。やっぱこう粘ってくれるとこっちも本当に燃えてきますね。本当に素晴らしいですね、これ。よく決めましたね。はい、今日なんかみんな選手の顔が生き生きしてて、うん、すごいいけるんじゃないかなと思ってますよ。ちょっと名古屋とは全然違う雰囲気になってきましたね。はい、はい、さあ走るか日本、2ポイント差。吉原のサーブ、まだバックアタックしよう。よく拾ったシーン、栗原どうだ、奥からもダイレクト、今度はどうだ、高橋が速攻を使った、セットをしたのは高橋。さあ今度は竹下、どうだ、クリア、うまい、うまい、すごいすごい、落ち着いています栗原。名古屋では苦しんだ、苦しんで苦しみ抜いた栗原が本当に落ち着いています。この札幌ラウンド10対7、たまらずトルコレシャット監督作戦タイム。あの時2枚こっち見てるから、もし落とすんやったらこっちに落とした方がいい。さあこの栗原も落ち着いています。これで10対7、その差が3ポイントになりました。一気に日本この中盤走るか、ブロックストレートきちんと締めてクロスです。デシュが入ってるから、ナイスだ、行くぞ行くぞ、シーンナイスよ。さあ抜かんとね、もうちょっと頑張るよ。日本の本来の攻撃パターンが取り戻せたこの第2セット、ご覧ください。7-8-9-10と4連続ポイントで一気に流れを掴んでいます。玉づくしっ監督が作戦タイム、ああ東洋の魔女笠井雅江全日本強化副本部長もじっと見つめていますが、もうあの笠井さんは練習の時からね、そうですね、ずっとこの日本チームにね、はい、一緒にいろんなアドバイスをしたり元気づけたり、ましたり、そうですね、大変ですよね。さあ、ね、さあその中で日本チームがこの札幌で徐々にらしさを取り戻してきた。レスリー班のこれはこれは難航だ。さあ杉山一人時間差、うん、これはカバーしています。あっとブロードも止めている栗原。レスリー班がこれは返すだけになるだろう。チャンスボール、杉山入った、速攻、杉山への速攻です。今日はもうこの杉山できないトルコ、やっぱりその前に A クイックで、はい、まあ、決まんなかったですけど、あそこで A クイックを使ったことによって後ろの攻撃がね、今度は C が出てきたということですね、はい、さあ4ポイント差になりました。吉原のサーブが続きます。バックトスからライトコーナー上がっている、これは返すだけになるでしょう。さあきっちり守りたい、前は杉山、おーっと2アタック、これも綺麗に返している。強烈です、ナタリア。ただあのね、はい、日本のレシーブ力ってのは今日は素晴らしいんですよ、はい、それであの、トルコチームがね、打ったスパイクっていうのはそう全部になってますよ。そうですね、ですから、トルコのリズムがね、すごくね嫌がってますよね、スパイク打つのが。なかなかリズムが取り切れないんですね、はい、あこれはまだつながっている、つながっている、アンダーに上げてアイトスになった、ブロックだ、オズレブに止められました。ここ一番でこの人はいいブロックを打つんです。2本目のブロックポイント、オズレブは5試合で12本のブロックを決めている選手。さあここで流れをつかませてはいけない、どうだ栗原、よし打った、栗原が決めました。勝利の女神も応援団席も一気に盛り上がる、その差が3ポイントに広がる。今日は栗原選手迷わず打ってますね、思いっきりね。そうですね、はい、
名古屋の時はどうでしょう、ちょっと迷いがあったかもしれない。ネットインサーブになった、ツーリング上がっているか、あーこれはホールディングだ、ホールディングを取られました。さあこの反則は流れを作るかもしれない。ちょっと痛いですね、トルコ、トルコチームはここでの反則は厳しいですね。今ツーにいたところですからね、気持ちはわかるんですけどね、確かにアタックに藤原さん行ききれないという部分があるかもしれませんね、はい、そうなんです。ですからね、目先を変えたいんです、セッターがね、ビークイックもキレッキレッ、そして高橋が打ち込んだ。さあ止まらない日本、一気に一気に流れが怒涛のように日本へ、もう日本のリズムですね、完全にね、完全にですね、はい、積極的に打ちに行きました。高橋美雪、あ今日はなんと決定率 63%、はい、これはわずかにアウトです。攻めているサーブです。竹下のあのモヤモヤはどうやら吹っ飛んだでしょうか。今日は真ん中の攻撃が使えています。これも竹下に綺麗に返る、速攻を使った杉山、よく拾っています。トルコ、さあナタリアだ、よっしゃ、ブロックの先にかけている。さあ栗原が上げて、よく上げた、高橋が打つ、よっしゃ、よく決めた。いや今セットするのが栗原になりましたけどね、ドキドキしましたけどね、いいトス上がりましたね、レフトに長くね、いいトス行きました、はい、今もね、ライトに栗原を置いてるんですよ、それで高橋がそのままレフトという形で、はい、あのブロックをね、レフトのブロックを封じようと思ってやってますね。なるほどね、はい、サーブ、ナイスサーブ、すごい、うわ栗原が息を吹き返した、完全に栗原が息を吹き返しました。16対10、2回目のテクニカルタイムアウトも日本6ポイントリードです。コーナーに来んねん、コーナーに絶対下がっとけ、ほんでクロスはカナがもう全部下がっとけ、出過ぎたら絶対かぶるから、前やられてめ、前は芯とか点が処理して全部長めだけポイント、下がるからね、レフト、はい、この栗原のサービスエースご覧いただきましょう。いいところに、そして深いところに打ってます。ご覧のように栗原がこれで得点数ではトップ9ポイントです。すごいね、あの名古屋では本当に苦しんで苦しんだ栗原そうですね、そして杉山もそうですよね、はい、杉山もあのイタリア戦ではね、交代させられたりということがありました。はい、そして竹下ももうどこに上げていいかわからない、相当迷ってましたからね、でも言い訳はできません。セッターはとにかく上げ、自分のところに来たボールをいかに打ちやすく上げるのが仕事なんですかという竹下がね言ってましたけれども、はい、その3人がどうですか、今日は本当に気持ちよく試合できてるんじゃないですか。なんかもう、今までのストレスを全部このコートに出してるって感じですよ ね、名古屋の分を全部吐き出しましょう。さあここでバハルに変えて、控えセッターのペリンを入れましたね。ただこの人は練習で見ていましたが、練習で見ている限りペリンも非常にいいセッターに見えましたね、はい、さあアンダーで上げます、メスリハン、これはワンタッチを取っています。高いスパイク、レスリハン、身長は187センチ、トルコ快進撃、あのロシアを破ったあの時の立役者です。さあ竹下はバックトスから高橋を使う、これも真ん中に杉山がいます。1セット目と比べてサーブレシーブがなんか2セット目以降ね、安定しました ね、 そうですね、安心して見てたんですね。もうこうなるともう小島さん、はい、日本は強いですよね。強いです、もうリズムがもうね、はい、センターライトの攻撃がもうしっかりしましたよね、はい、さあそしてエスラに変えてまた17歳のセダを入れてきました。イサブ、さあそのセダにボールが上がる、17歳、高い、しかしそれほど力のあるスパイクではありません。あ、これはちょっと無理かな、これはちょっとトスが難しくなってしまいました。17対12、その差は5ポイント、5ポイントありますけどもね、ここで気を緩めてはいけないですね、そうなんですね、日本、オズベルのサーブ、さあこれはトルコ、このコンビネーションはトルコの頭にはないはずです。6月に当たった時にはいなかったプレイヤー高橋が入っています。ノーマークですよ、完璧ノーマークですね、
さあここで18対12、ベシャット監督は2回目の作戦タイムを取っています。10やこれ、ジャンプしとけ、ジャンプしとけ。さあこのままない、このままない、次20まで、20まで、今崩れてない、全然崩れてないから自分たちのバレーね。もう一回モードで受けるんじゃなくして攻めてね、最後やみんなでね。全く崩れていない、その言葉通り相手に連続ポイントを許したのはここ最近では8ポイントから9ポイント、この部分だけです。全く相手に流れをやっていない日本、今日は本当に強い日本がこの札幌で攻撃を展開している。さあ高橋、これもやや乱れた、チャンスか、あーっとホイスが鳴った、あーなタッチネットです、タッチネット、トルコネスリハンでしょうか。さあこれで19対12、一気に差を広げました日本。こうなればトルコの精神力が切れてくるかもしれない、わずかにアウト、サイドラインギリギリいっぱいを狙った真のサーブですがわずかにアウト。さあ問題はこの人です、ネスリハンのサーブ。ヨーロッパ選手権ロシア戦21対24、ビハインドからなんとこのサーブで5連続ポイントを取ったといいます。強烈なロングビーです、素晴らしいコンビネーション、竹下から吉原へ、これは止まりません。ご覧ください、竹下選手もよく強気に上げましたね、ちょっと離れたところだったんですがスピードのあるロングビーです。さあそしてここで蓬莱を入れた、前が一気に高くなりました、蓬莱、栗原、吉原、さあこれは一気にいけ、決まるか、決まった、21ポイント日本、怒涛の流れ、これで札幌の流れは変わる、吉原が決めています。地元札幌に帰ってきた吉原、はい、ゆったりと見てられますね。今日はなんかくずわさんがねちょっと肩肘つきながらいい感じで見てるというね本当にね、今までのちょっと名古屋くずわさんがいらっしゃらなかった時は大変だったんですよすごい、今日はもうお祭り騒ぎだ、イケイケ日本、流れを作れ、もう今真後ろから上がってきたような感じのトスですよ、難しいですがよく打ちました。この2段トスが打ち切れるのが大山栗原の凄さなんだという言葉を思い出しました、柳本監督が語っていた言葉です。さあ大山、あとちょっと大山のジャンプサーブが、ミスが目立ちますけれども、さあここで蓬莱に変えて竹下を入れていきます。現在22ポイント、その差が8ポイント、一方的な日本の展開。さあこのまま一気に決めてしまいたい、第3セットに流れをやりたくない、これはアンダーになったが栗原が決める、どんなに苦しい位置でも栗原が決めてくれます。もうね助走の段階からね、スピードがね栗原選手違いますよね、今日。そうですか、はい、ちょっと変わりましたかね、なんか今日はなんか腕が振り切れてるっていうんですかね、さあそして木村が再び投入されます、ピンチサーバー。あの大山が韓国戦で外されて悔し涙を流して、それで名古屋で流れを何か掴んだ感がありました。栗原も名古屋で苦しんで苦しんで、そしてまた何か大きくなった気がします。クロスパイクを決めたナタリア。バレーボールって流れって本当に不思議ですよね、これ、メンタルなその気分が楽になったり、はい、そのプレッシャーかかったりとかって、まともに出ますね。ただ久住さん、すごいのはね、その苦しいところを切り抜けた選手たちが大きくなってるってことですよね。そうですね、バネにしてますよね。そうなんですね、素晴らしいですね。あの苦しかった思いが即このゲームに出る良さになって現れてきている、これが日本の凄さかもしれません。ドライブ止めた日本、24点目。さあご覧いただきましょう、高い真ん中、杉山か、あるいは栗原か、おそらく杉山だろうと思われますが、またも杉山が止めた。さあ竹下のサーブが決まった、あとどうだ、杉山、あこれは
ホールディングを取られました。竹下のサーブが決まっています。25対16、第2セットは圧勝。さあ一気に3セット連取で決めろ日本。いや本当に胸のスカッとする圧勝の第2セットとなりました。まあ、あのトルコの方もリズムつかめずということになるぐらいですね、怒涛の日本の攻撃があったわけなんですけれども、まあ、杉山吉原選手の両選手の活躍もそのままにですね、高橋選手がよく拾って、そして栗原選手がよく決めて、本当に日本らしい理想的なバレーが展開できたのではないかと思います。さあこのまま怒涛の流れで第3セットも連取してストレート勝ちを収めることができるんでしょうか。第3セットご覧ください。さあ日本はもうとうに練習を始めていたんですが、今ようやくトルコの選手たちがコートに入ってきました。この辺りはもう一度、日本の攻撃パターンというものを頭の中に組み直してきたのかどうか。そして先ほどちょっと気になるシーンがあったのはトルコの2番レフトのエスラですが、右肩をコールドスプレーかけましてね、でさらにマッサージも加えていまして、もしかしたら、エスラが右肩を痛めているかもしれません。2番の選手ですが、いわゆるあの、ナタリアポイントゲッターの1人ですが、そのナタリアの体格を務める選手、この選手です。非常にオールラウンドプレーヤーで、まあ、紐のところでね、この選手も非常にポイントを上げてくるんですけれども、このエスラがもし機能しないとなると、非常に苦しくなるフォーメーションもあるんですよね。もうセンターしか使えないというような、ねはい、ところもありますので、このエスラの動きもちょっと注目していきたいと思います。ここまで日本はこのトルコに対して全く本来のバレーをさせていません。完全にスピードバレー、コンビバレーでブロック陣をズタズタにしているという感があります。そして何より嬉しいのは、あの名古屋大会で苦しんだメンバーがこの札幌で息を吹き返したこと、この大山からも苦しい思いをした中から自分の本来のプレーをつかみ取りました。柳本監督が言っていたあの苦しい思い、あの思いは絶対に選手を大きくするはずなんだと、そんな風に話していた言葉がまさにね、中田さん、現実になってますね。絶対に巻き返してみせる、そう誓ってこのコートに入ってきた札幌入りした全日本チーム。さあ一気にストレートで強敵トルコを下すんでしょうか。あのロシアを下し、そして今大会キューバも下しているトルコです。さあ第3セットが始まりました。まずは崩してくるか、ネスリハンだ、上がったが弾き飛ばしていきます。スーパーエースネスリハンがまずは決めていきました。このエースもね、集中力落ちないエースですね。大したもんですね。大したもんですね。まだ19歳です。さあおっとこれワンダーになった、やや乱れ始めたぞ。ブロックだ、フォローしている。そしてもう1回高橋ブロック、あっとよく拾った浅野、そして2段トス高橋ストレート、アウトです。アウトです。さあトルコチームですが、ここまで2対0と、まあ、日本がリードしておりますので、ああなんだ今日はこれは楽勝なんだな、そんな風にもしかしたら、テレビをご覧の皆さん思ってらっしゃるかもしれませんけれども、このトルコというチームは現在2勝3敗なんですけれども、その最初の1勝目、これはあのキューバからフルセットの末上げたものなんですね。そして今回キューバと同じくあの跳躍力で非常に注目されていますドミニカ、これには3対0のストレート勝ち、さらにあのおそらく優勝争いをするであろう中国あるいはブラジル、ここからも1セット取ってるんです。このトルコは、ね、あの決してね弱いチームではないですし、もう本当にブロック力はね、はい、世界のトップですからね。そうですね、そのブロックを完全に振り回しているという、はい、日本、その取ってきたのもそのブロックが良かったというね、そうですね、話もあります。そのブロック陣を振り回している日本の速い攻撃がすごいんだということを皆さんお分かりいただきたいと思いますが、さあしかしながらそう簡単にはトルコも走らせてはくれないでしょう。この第3セット、問題はこのネスリハン、ロシアから5連続ポイントを取ったというこのサーブ、あーっとネットに弾かれた。これで同点です。
今日は日本チームの速い攻撃がよく見られているこの札幌での対戦。サービスエースです。杉山が今日は速い攻撃にサーブに途大活躍。ストーンと落ちましたね。完全に無回転サーブ、全く回転していません。空気抵抗で一気に落ちます。あーと、これも前衛のさらに前を狙ってきたというサーブですが、わずかに及びませんでした。三宅さん、ただで先ほど第2セット終わって、コートラで柳本監督がね、杉山のことをスイーッと大きな声をかけましてね、ハイタッチしてましたよ。ああ、そうですか。やっぱりあのここまでの活躍をね、柳本監督がようやく取るぞ、スイーッということでしょうかね。そして吉田、怖いんではありません、気合が入ってるんです吉田。みんなが怖い怖いって言うっていう理由があの VTR 見て分かったそうですけど、それほど気合が入ってるんですよね。若い時からああいう感じですから、はい、ガッツは全面にね、表面出ますからね。そうですね、あの特に試合が近づいた時とか試合中のどれも声かけられないですもんね、吉田選手はね。昔からかけられなかったですよ、私も。中田さんが、はい、すごいですね。相当すごいことです。6対4、2ポイント差。これもワンタッチ返した。よく拾っています。さあ大山ブロック、よしフォローしている。ナイスレシーブだ高橋。大山うわすごいブロックだ。高いアイスン。とにかくここまでオズデムが5試合で12本、アイスンが5試合で11本、このブロックは高いですよ。セッターのバハルも181センチあります。非常に高いこのブロックをなんとか、あーっと危ない危ない、ブロックにかかり始めた。これちょっとトルコがブロックシステム変えてきました。あ、タッチネットです。タッチネットの反則がありましたトルコ。ただちょっとトルコがブロックつき始めましたね。そうですね、だいぶ日本のパターンですかね、リズムを読み始めてますね。読めてるのかもしれませんね。そうなると日本も簡単には、あっとちょっと大山今日ジャンプサーブが元気ないですね。まだちょっとなんかこう迷いながら打ってるかなという感じですね。ちょっとあの会場変わった時というのはあの天井の高さとかいろいろね感覚が違うんで、ジャンプサーブは難しくなるという話もありますが、さあ高橋これもそっと1人時間差だ。ブロックはアウト、ブロックはアウトです。8対6、日本2ポイントリードしていますが、ただ日本のアタック陣攻撃にブロックがついているのがトルコ不気味です。ジャンピングサーブ思い出てよ。さあ抜かんぞよ、中だよ、中のムード、これも締めてけよ、芯締めてけよ。さあ日本は8対6と2ポイントリードして1回目のテクニカルタイムアウトを取りましたが、葛和さん、この、はい、得点経過をご覧いただいても分かりいただけますようにね、はい、なかなかまだ流れが作れないですね日本ね。そうですね、3セット目はもうあのね、トルコは学習してますからね、1セット目2セット目と、やっぱり高橋センターというパターンが多いということで、ブロックもですね、そこら辺をねよくあの集中して飛びに来てますよね。得点内容をご覧いただいてますが、アタック数では日本が大きくリード、まあ、ブロックはほぼ互角ですが、サーブで崩してるんですね日本は。そうですね、そうなってくるとね、トルコもセンター線使えませんから ね、 ね、単調な攻撃になりますよね。ですからブロックが効いているということになりますね。今日はブロックが5本あります日本チーム。本当に葛和さん、今日試合前話していたんですが、日本のブロックが出てないんだよなという話だったんですよね。そうなんですよ、11位だったんですよね。12チーム中11位の決定率しかないんですよね、ブロックが。ところが今日はこれが爆発している。はい、いいですね。さあテクニカルタイムアウトが解けました。この中盤一気に流れをつかみたい日本。じっくり溜めての吉原のサーブ、ネスリハンブロック、アウトです。このネスリハンというのはあの強いスパイクもそうですけども、結構うまいですね、フェイントもやってみたり相手をよく見ていたり。技術はありますよね、技術ありますね、はい、とても19歳とは思えないプレーをします。さあこれはあとちょっとタイミング合わなかった。うわラッキーだ、また反則だトルコ。こういうミスが、ね、出てくると ね、 ねトルコも勢い止まってしまいますよね。そうですね、9対7。さあ
反則でポイント差が広がった。サーブのいい竹下、これもいいサーブ、あー回転していない、落ちました。チャンスだ。ちょっと力がありません。そして高橋、これはフェイントカバー、ギルデンが入っている、これも繋いでいる。そしてまたエースラー、よく拾った佐野、返った、よく粘っている日本。速攻、オズレムの速攻を使ってきました。でも久しぶりじゃないですか、なんかこうセンターから攻められて決められたっていうのは、そうですね、はい、ほとんどないですからね。そうなんですね、まあ、オズレムのこういった速攻もおそらく1セットに1本あるかないかぐらいだと思いますが、ノーマークだ。ノーマークできました。高橋美雪レフトから、高橋の存在がやっぱりないんですよ、トルコは ね、 そうですね、今2枚杉山についてきましたもんね、ブロッカーね。かなり速いトスをね、杉下選手は上げてますからね。高橋美雪も生かしています。ですから決定率が 59%。 高橋美雪は今日の時点まででベストスパイカー部門第4位の決定率を誇っています。世界で第4位。さあしかしながらトルコも10対9、1ポイント差に詰め寄ってきました。うーん、やはりなかなか走らせてもらえない。さっき一旦切れた感のあったトルコなんですが、さあ、ね、杉山カット、どうだ、早い、カットしたのは杉山、相手の流れをカットしたのは杉山幸子です。いいですね、今日の杉山いいですね、もうね最高のスピードで入ってますよ。イタリア戦で悔しい思いをしました。シドニーへの最終予選でも悔しい思いをしました。アウト。その杉山が今日はこの札幌で光り輝いている。苦しい思いをすれば必ずプレイヤーは大きくなる、それを実証している今日の全日本。さあこのボールを拾った竹下、拾った、 S ラのスパイク、これもかかった、また拾った竹下、吉原フェイント、さあそして S ラブロック、これもよく拾っているトルコ、トルコも粘る。さあ竹下は誰を使う、すごい素晴らしい、吉原の速攻だ。3連続ポイント日本、トルコ作戦タイムです。あれちょっとやる。オッケーオッケー。向こうの時でセンターとかに来る時はストレート側のリベロがおるんよ。だからストレート側リベロ走ってきてるから、もしフェンドするならコーナー行った方がいい。コーナー行った方がいい。あれほら早いろ、コーナー行ってるの。あれ絶対上しか落ちひんから。最後。あらここやぞ。ちょっともうワンポイント早くね、ロック。さあ日本が4ポイントリードしています。杉山が頑張る、そして高橋も見事な活躍を見せていますが、さあ落ちた、あーっと落ちた、あーっと速攻を使った、今打つと見せかけての速攻高橋、さあライトからブロック、これもフォローしている杉山、そして大山です。誰を使うか、バハル、あっとバックアタック、上がっているが落ちた。今日の日本はね、よく足が動いてますしね、集中してますね。そうですね、本当にこの集中力というか、あの嫌な流れを断ち切っている精神力が見事ですね。そうですね、全てのものは名古屋に置いてきた、そういったのは柳本監督。さあこれは難しいが打てるかな、すごい今のスパイクはすごい、真後ろからの2段と、これをなんとストレートに、これは難しいですよね、普通は打てないスパイクですよ、これ打てませんよね、クロスに返しますよ、いや今のスパイクはすごい。ですからブロッカーも完全にクロスマークでしたもんね、わーっとサーブだ高橋、なかなか、わあまた高橋が拾っている、押し込んだ、レスリーハンドバックアタック、あったこれが上がっている竹下、佐野が上げる、思い切って、そして大山ストレート上がっています、エスラが取っている、またレスリーハン、これも上がった、チャンスか日本、バックアタックだ、栗原、
上がっています。このラリーはどっちが取るんだ。ボールが落ちません。なかなかボールが落ちない。バックトスからアイスが狙っている。あっとまたタッチアウト。パッシングザセンターラインです。パッシングザセンターライン。でもねこの粘りはもう素晴らしいですよね。16対10。2回目のテクニカルタイムアウトも6ポイント日本リードです。ナイスよ渋谷。どうした全部上がってるよ。もうワンタイム早く。まだ遅い。まだ遅い。振られてもいいから。あと自分たちだけ、自分たちの締めて抜いたかよ。さあそれでは応援席呼んでみましょう。山下君。はい、よろしくです。どうですかここまで、誰のプレーが光りますか。いや僕ですね、やっぱり高橋選手のサーブとかすごい勢いがあって、本当すごいなと思いますね。あいや本当にいいですね。雰囲気がもういいからね。この元気印がね、元気が出ると、はい、やっぱり日本も ね高橋選手がノーマークで打ち切ると気持ちいいよね、本当に。でも、日本大好き。あなるほどね。はい、はい、さあここからラストスパートですね。大井南崎も頑張っていきましょう。さあということで16対10ですが、確かに高橋がノーマークになっている。でこれノーマークになっているっていうのが中田さん、はい、そこまでノーマークにさせているところがすごいですよね。そうですね、竹下選手もね、気持ちいいと思いますよ。あのセッターの意識としてね、はい、やっぱりあるでしょう。ありますね。名古屋でなかなか自分たちのコンビバレーが展開できなかった悔しさっていうのはね。そうですね、今日は竹下も気持ちよくセットしているはずです。さあ注目のその高橋のサーブだ。決まった。このセット3本目、お立ち上がっている応援団席。さあご覧いただきましょう。うわ完璧です。完璧なサーブです。さあここで、はい、宮崎さん先ほどね、この前の16点目1本目のサービスエースでね、はい、高橋が決めたとピースのサインをしたんですよ。あやりましたか。ただねこれまで今日は、コートサイドの鈴木ひろみ、先ほどに約束してたんですよ ね、 なるほどね。サービスエース取ったらヒロにピースのサインをするよって。あなるほど、ね、約束話してましたね。ブロックだ。これまたブロックが決まった。そうですか。前はピースサインは山下君にね確か送ってたと思いますが、コートサイドで見つめる13人目の全日本プレーヤー、どうやら鈴木選手にそのピースサインを高橋は送ったようです。さあ18対10となったところで、トルコ早くも2回目の作戦タイム。2入っとけ。絶対に絶対やってくるよ。それを慌てんで上に上げとったらいい。点外れてんねんからゆっくり上げるよ。ほんでつなぎ、まあ行くぞ勝負やぞ、思い切っていけ。クロス抜かれてもいいからストレートだけ絶対いけ。でトモが寄せるようにして。よっしゃ、シングがおる。よし、行くぞ。よし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 。ヨーロッパ選手権準優勝、あの波乱のヨーロッパ選手権を勝ち抜いて準優勝を遂げたトルコが非常に苦しんでいます。苦しめているのは日本、一気に流れを掴んでいます。さあ8ポイントリード、一気に決めろ日本。高橋のジャンプサーブ、これはセッターに変える。ナタリア、ナタリアの強烈なスパイク。ただこんな風にナタリアのことを言うのが少ないような気もしますよね。そうですね、決定率も下がっていると思いますし、ね、そうですね、さあ一旦入っていた蓬莱がここでまた出まして、竹下が中に戻りました。7ポイントあります。相手に流れさえやらなければいい。さあこのブロード、吉原のブロードです。もう日本のリズムはもう絶対崩れないなっていうね、そんな感じですね。トルコの、ね、集中力がもう完全に切られてますよね。地元北海道出身、ここから車で3時間ぐらいのところにある野瀬商業の出身ですが、今日はご両親をはじめ親戚一族の皆さんが大挙応援に駆けつけているそうであります。吉原選手、
その中で非常にいい動きを見せてますね、吉原がね。今日昨日ですね、ちょっと電話で話したんですけども、ちょっとね元気がなかったんでね、だったんですけど、また吉原非常に高いブロードです。さあこれはネスミハンだ、赤枚ブロックにかけている。さあ誰だ、バックアタック大山、ほろ、あっとフォローがありません。さあまたこのブロックが高いですから、これかかり始めたらね、ちょっと嫌な感じですよね。連続で来るんですよ、そういった戦いが多い。勝つ試合の時はこのブロックで一気に流れを掴んでくるトルコ。さあこのブロックを振り回せ、振り回したわ、1枚ブロック、しかしまだ繋がっているネスリーハン上がっています。佐野が上げたがどうだ、力は厳しい、よしよしよし、よく返しました。しかしチャンスボールはトルコ、速い攻撃、これも上がっている。さあクリアだ、またもボールが落ちない長い展開、どうだ、ナタリア、これも拾っている、決めてくれ、クリハラスター、よく決めた。今日は2段トスのですね、それうと打ちがね、クリハラ選手も大山選手も素晴らしいです ね、 ですね。これができる選手になったんですよ、この2人は ね、 ね、20対13。さあここで吉原に変えて再び木村沙織が投入されます。もう何かこの17歳の木村が入るのが普通になってきたからびっくりです、はい、まだ現役の高校生。大林素子さんの持つワールドカップ出場の最年少記録を作った選手です。さあこれも見ましたか、うわーすごいね、スリーハンの叩きつけるスパイクです。でもね、久しぶりにねコートでノータッチで落ちるスパイクですね、はい、そうですね、大体かけてますもんね、はい、日本がね、ブロックに、そしてレシーブに。さあこの粘りが戻った、杉山のスパイクは吸い込みました。杉山をどうやらトルコは最後まで止めることができません。これトルコと何回試合やってもこれ杉山は何度でも来そうな感じですね、さあ竹下のサーブ伸びてきた、あ今度は速攻使ってきた、あこの追い詰められたところでオズレム使ってきますか。バハルも思い切った攻撃を仕掛けてきています。もうあとはね、サイドアウトをどこまで考えればいいわけですからね、流れだけつかませない方がいい日本、はい、さあどうだ、またノーマーク、わあまた高橋がノーマークで打った。最後までこの高橋にブロックはつくことはできない。あれほどブロックのいいオズレム・アイスンのセンターブロックは完全にこの高橋美雪はノーマーク。さあそしてクリアだ、これもすごいね、スリーハンストレート、ひょうひょうとしてますねこの人。そうです、これはでもこの次のワールドカップで来るときは23歳ですが、おそらくすごい選手になってるんでしょうね、この選手はね。さあそのネスリーハンのジャッパー、よく拾った高橋、そして入ってきた、ノーマーク、うわこれもノーマークだ、時間差を使ってきた。杉山とのコンビはもう全くつかないですね、全部杉山に行ってます。なんか高橋得な役割してますよね、そうですね。さあここでまた吉原が前衛に回ってきたところで木村に代わってコートに入ります。さああと2ポイント、日本ストレート勝ちまであと2ポイントです。さあこれはバックアタックレスリーハン、これも拾っている。そして竹下が大山にトスを上げた、もう1回竹下は誰に上がる、ライトへ高橋、そしてエスラが打ってくる、上がった、竹下はジャンプトス、バックトスから高橋だ、バックトスからバックトス、極限バレーですね、あれね、これが竹下の真骨頂、はい、それに応える高橋のスパイク。いやこれは竹下は今日はもううっぷん話してるでしょう、もう解消されてます、一気に決めた、最初のマッチポイントで一気に決めた、最後は杉山のサービスエースです。セットカウント3対0、嫌なことは全て名古屋に置いてきた、この札幌で流れは変わる、日本トルコをストレートで撃破しました。ヨーロッパ選手権準優勝チーム、あの最強ロシアを下したあのトルコをなんと日本ストレートで下しています。さあ今日の試合、まずは中田さん、は
はい、どうでしょう。私ね、正直言ってトルコのチーム強いじゃないですか、ストレートでね勝てるとは正直思ってなかったんですけども、もうよく気分を切り替えてですね、日本のバレーをやってくれましたね。そうですね、くずわさん、はい、これ切り替えろ切り替えろって言ってもこの短期決戦の中で難しいんですよね。もうね、相当難しいと思いますよ、正直中田さんと一緒で、今日はね苦しいなって思ってたんですよ。あ、そうなんですか。そうしたらもうこういう気持ちのいいバレーですからね、よかったですね、はい、これは日本これ大事だとおっしゃってました、くずわさん、はい、このトルコ戦がこの後の大丈夫ですよ、ドミニカポーランドどうでしょう、いけますよ、もういけますかね、バンバンいけますよ、はい、さあどうやら札幌で流れは変わったんでしょうか。日本がこのトルコを3対0のストレートで下しています。さあということで日本が見事トルコをストレートで下しました。本当に見事な勝利でしたね。では今日の MIP に